どうも、ひでまろチャンネルです。お願いします。今日はですね、最近ね、更新頻度は僕の中では多くなったかなっては思うんですけど、その理由もやっぱりね、ゆうちゃんが加入していただいたからであってですね。で、今日のお話は、メンバーシップにしようかなと思ってたんですけど、今日のお話って皆さんにこう分かっていただけたらじゃないけど、なんか伝わったらいいなって思って、今日の配信はせっかくなので世界にね配信する形になります、なりましたっていう感じかな、はい。で、今日のテーマっていうのがゆうちゃんがね、このテーマで喋りたいと言っていただいたので、ちょっとゆうちゃんの口からね、お願いします。はい。これから始まるライブショー、時にワイルド、かつマイルド、君の心にサクッと入り、この探る見つかる力は倍上、西洋先生陣、それから数奇人からタロットアニマルフォーチュンテリン、スタミナチェッキ、さあ始めようか、ひでまろチャンネル。今日のテーマは捉え方について。捉え方ね、物事の、物事に対しての捉え方。はいはい。まず根底に、自分の現実は全て自分で作り出しているっていうのがまず根底にあって、その生きてるといろんなことが起きるじゃないですか。いいことも悪いこともね。そうだね。で、いいことは全然問題ないんですけど、その自分にとって一見不都合な出来事だったり、嫌だなって思う出来事が起きた時に、私はね、どういうふうに捉えるようにしてるかっていうことなんですけれども、これはよくお客さんにお話しすることなんですけど、一つの例え話で、自分がすごく行きたい会社、働きたい会社があります、で、そこの面接を今日受けに行く予定です、で、その面接の時間はもう決まっていて、電車に乗ってその面接会場に行くんだけれども、この電車に乗らないと面接の時間に遅れてしまうっていうね、で、ちょっとドタバタしちゃってギリギリの時間に出て、走ってなんとかその電車に乗ろうとするんだけれども、ちょっと遅くなっちゃって自分の目の前で電車の扉がガシャンと閉まっちゃう、要はその電車に乗れない、もうイコール面接には絶対遅刻しちゃう、ってなった時に普通はもう終わったっていう、どうしようとかね、そうだね、なんてことだ、なんで自分はこんなになっちゃうんだとかってなっちゃうじゃないですか。確かに普通ね、だけど、そういった時に一瞬はそういうふうに思っちゃうのは仕方ないと思うんですけれども、もしかしたらその電車に乗れたとしてもその電車が事故に遭っちゃうかもしれない、何かよからぬことが起きるかもしれないし、で、無事に面接会場に行けたとしてもその会社が自分とは合わない会社かもしれないし、分かんないですよね。だから重要なのはとにかく全てがうまくいっていて、自分にとっていいようにしかならないっていうのをお腹の中に入れておくことによって、そういう発想が出てくるんですよ。この電車に乗れなかっただけどその方が良かったのかもしれないなっていう、そういう考え方もすごく必要だなと思っていて、あともう一つそのよく使われる例え話なんですけど、コップにお水が半分入っている状態で、A さんはあ、まだ半分も入ってる、あ、ラッキーっていう考え方、で、B さんはもう半分しかない、どうしようっていう考え方、で、同じ現実なんだけど、物事は同じなんだけどその考え方が全然 A さんと B さんで違うよね、そうするとその A さんの現実と B さんの
現実っていうのはすごく変わってくると思うんですよ、うんうん、やっぱり自分がこう感じてること、イライラしてればイライラする出来事を自分で引き寄せちゃう、引き寄せるというか、まあ作り出しちゃうし、うんうん、不安だったら不安な現状をこう自分で作り上げちゃうから、だったらそのあまだ半分もあるっていうふうに思った方が得だよねっていう、自分の現実をこう思い通りにしていくためにもそういうふうに捉えた方がいいよねっていうことは大事にしてます、ね、そうね、うん、確かにそれはなんだろう、自分の中で自分のいいように、うん、やっぱり自分がね、うん、一番の主人公だから、そう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 、自分都合のパラレルを作れと、うん、いう感じかな、そうそうそう、どんなことが起きてもですよ、ね、うんうんうん、だって一見あれって思う嫌なことであっても結果良かったりするじゃないですか、うん、過去のね経験とか振り返ってみたときに、ね、だから一概にそれをこうね悪く捉えてどんどんそのドツボにはまる必要ないかなっていう、そう、ね、ふうには思うよね、確かに、うんうん、わかるわかる、うん、だから自分とちゃんと向き合って、うん、で自分が恋で遅刻したりっていうのは、うん、まあダメだけど、うん、ちゃんと向き合ってるのに、うん、その遅刻しちゃったり何かトラブルが起きたっていう時は、うん、まあ確かに焦ったり絶望を感じたりするけど、一瞬はね、うんうん、だけど蓋を開けたら、うん、自分と思ってるような世界じゃない、うん、現実が待ってたりするかもしれないじゃないですか、うんうん、だから自分自身頑張ってたらそれはそれで OK なんですよ、そう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 、だけど何かその中で起きるトラブルだったり、うん、例えばなんか台風来ちゃって、うん、会社出勤できないとか、初めてのバイト先にこう遅れてしまうとか、うんうんうん、なんかそれっていうのは、うん、自分に何かメッセージを、うん、与えられてるのかなとか、一旦レッスンになってどういうことで今の現状が起きてんだろうとかっていうのを考えてもいいよね、うん、冷静になってね、きっといい方向に向けてくれてるんだなっていうふうに、うん、思った方がね、そう、うん、で実際遅れてその会社だったり行って、うん、正直に今日の出来事を伝えたら、うんうん、それが評価される場合もあるだろうし、うん、だから自分で決めつけた結果じゃないかもしれない、うん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 、だから自分で勝手に悪い都合を作って、うん、そこで止めないようにっていう感じかな、うん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 、うん、そうだね、だから何でも悪く考えるのはやめましょうっていうことかな、うん、まだ起きてもないのにね、うんうん、ただ怖いけどね、やっぱり自分のマインドって自分で作るからだから思考が止めるし、うん、思考のせいでやっぱり自分自身を責めちゃうし、うん、本当に全部考え方次第で物事は決まる、うん、と思うんですよ、うんうん、あ僕もそうでした、うん、あの僕は、まあ、この動画を見てる方であれば知ってると思うんですけど、うん、右手が震えちゃうっていう症状を持っていて、うん、でやっぱりちっちゃい頃とか思春期は本当にコンプレックスで、うん、なんかこう隠したくなってるんですよね、うん、だけど隠したいって思いは思うほど、うん、それが顕著に出てくる、うん、震えになって出てくる、はい、でご飯誰とも行きたくなくなったりとか、うん、本当は友達とご飯を楽しく、ね、食べたいのに食べれないとか、うん、っていう時期があったんです、うんうん、
だけど僕弟2人いまして、うんうんうん、その弟がね、うん、言ってくれた言葉にすごく救われて、うん、ニニねと、うんうん、一緒にご飯食べてた時に、うんうん、こうすごいやっぱり気にしちゃって、うん、スプーンを持ってるだけでちょっと震えちゃって、うんうんうん、ご飯がなかなかすくえないとかね、うんうん、あったんですよ、うんうん、でそれでどうしたのって、うん、弟がね言って、うん、でいやちょっとねってあんまり痛くないんだけど、うん、手が震えちゃうんだって、うん、こういう食事ってなんかあんまりこうやって人前で食べるときってちょっとね緊張しちゃうんだよねって言ったら、うん、あいやでもそれはニニの個性だと思うよって、うん言ってくれて、うんうんうん、だから全然オラは気にしないから、うん、ニニを好きなように気にしないで食べた方がいいよって言ってくれたんですよ、うん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 、いやなんていい言葉を言ってくれんだろう弟はと、うん、そこでまあご飯を食べながらうん、そのまあ弟とかね、うん、一緒に行った時に食べながらふと思った時に、うん、もし、うん、自分がこの体で生まれてなければ、うん、今のこの現実で起きた世界線っていうのかな、うん、っていうのは起きなかったし、うん、今こうやって考えるタイミングも来なかったし、うんうん家族だからこうご飯を一緒に食べるっていう機会があったけど、うん、それで俺がその食事を断ってたら、うん、こういう自分の意識の中で考えるようなきっかけになった出来事はやってきてないし、うん、いろいろその瞬間いろんなことを思ったんですよ、うんうんちっちゃい頃からね、まあまあまあ、僕は、まあ複雑な家庭環境ではあったんですけど、うんうんうん、なんかいろんな人からね、わ、大変だねとか、かわいそうとか、うん、結構同情されたりして、うんうん、でも、その時はね、あ、かわいそうだって思うんだ。うん、なんでって思ってたんですよね。うんうん、その人にしてみれば、うんあもしかしたらその僕の生きてきた家庭環境は辛いだけかもしれない、うん、その人に置き換えたら、うん、だけど俺の場合はそれが当たり前の環境だったから、うん、別にこれが普通、うんうん、で誰から言われても、うん、あそうなんだ、うん、っていうまあそういう感覚でしかなかったんですよね、うんでまあこうして僕は占い師というかね、うん、僕はこうして星読み師をやってますけど、うん、まあ星読みって言ってもやっぱりね人の心っていうのも星で出るので、うん、で心には理由があると書いて心理っていうじゃないですか、うん、で勝手なその人の判断で、うん決めつけて欲しくないなって思ってそうだよね人の人生をね、うんうん、で、ね俺がちっちゃい頃、うん、まあこれはね幼少期、うん、小学2年生の頃かな、うん、まあ妹がいて椅子に住んでて、うん、その妹のお母さんがいて、うんうんうん、で、そのお母さんがまあ僕はねその時子供ながらに、うん妹のお母さんのことをお母さんだと思ってたんです、うんうん、で妹がヤクルトを飲んでた時に、うん、あ僕も飲みたいと、うん、でそのお母さんに、うん、僕にもヤクルトちょうだいと、うん、あちょっと待っててねって冷蔵庫開けて、うん、あないなないよって言って、うん、ドア、うんをくれたんです僕に、うん、だけどそのドアを閉める時に、うん、あったのを見たんですよねヤクルト、ね、ヤクルト、うんうん、ヤクルトねないって言ったのにあるっていうねそうえあるじゃんって思っ
て、ジョアをもらえた、うん、まあまあジョアを与えられた、うん、これを仰天ニュースって言ったんです、うんうんうん、そしたらね、うん、結構ツイッターとかだったかな、うん、で見たんですけど、うん、ジョアの方が高いからいいじゃんとか、あっていうなんかっていうコメントがあったんですよね、うんうん、その当時のジョアの方が量、うん、確かに量も多いしね、そう量多いからいいじゃんとか、うん、でもそういうことじゃないんだよね、 その時はヒデちゃんヤクルトが飲みたかったんだからね、そうっていうことなんですよ、だよね、マジで、うん、いや別にジョアもいいけど、うん、ヤクルトがあったところをちゃんと見てるし、うん、ヤクルトが飲みたいって言ったのね、そうでジョアをもらえたっていう、うんことが、うん、それが逆にいいとする、うん、その人の勝手なね、勝手な判断っていうか、うん、勝手な理由、うん、都合、うん、解釈、うん、おかしくない、うん、っていう、違う、これがね当時の僕ね、うん、あの仰天ニュース出た時にそういう、うん、意見を見た時に、うん、あ人ってこう思うんだ、うん、っていう心のズレがあったんですよ、うんうんうん、心のズレというか自分の心ではそう思ったのに他の人から見たらいやお得じゃんとか、うん、なんか違う目線が入ってくるっていうか、違う捉え方をされるっていう、うん、別にあの子供だからお得とか関係ないし、うん、ヤクルトの味を想像して、うん、ヤクルト欲しいって言ったのに、うん、違う味のもの来ても、うん、それは嬉しいかって言われたら、うんなんか違うのよ、違うよね、うん、うんうん、わかる、そうだからなんていうのかな、まあそういういろんな経験をしてきたからね、うんうんうん、そういう家庭環境だったから、うん、もっといろいろありますよ本当はね、うんうん、あるけど、うんうん、わかりやすく言うとそういうなんか格差を感じたりとか、うん、妹と自分の格差をね感じたりとか、いろいろあったからこそ、うん、自分と向き合ってきて、うん、こういう環境で育ってきたからこそ、うん、今こうして星読み師になってるんだろうなっても思うし、うん、一つ一つがねその必要な経験だった、そうそう、もちろんあの東京に来て、うん、芸人になりたいって出てきて、うん、で今こうして星読み師やってますけど、その芸人になった理由、うん、芸人をやった理由もやっぱりそれはそれで良かったんですよ、うんうんうん、ライブに出て仲いい芸人と打ち上げしたりっていうのが楽しくて、うんうんうんでなんか芸人で売れてないっすよ、売れてない芸人にやってましたけど、芸人をやったから自分がどうやって前に出たら受け入れてくれるのかとか、そういうのも勉強になったし、なんかねやっぱり経験って無駄じゃなかったなって、なんか無駄だと思ってたことで実は無駄じゃなかったりするから、無駄なことって一つもないと思うよね、そう、うん、だからね本当に自分の世界は自分で決めてるし、うん、まあ決めなきゃだし、うん、自分で向き合ってこそなんぼだし、うんうん、本当にね相手のことをああだこうだ言うのは簡単ですよ、うん、だけど自分からねやりたいことを逃げちゃダメだと思うんですよ、うん、そうだね、そう自分自身のあり方でしたっけ今日は、まあ、捉え方、捉え方か、うん、っていうのは本当に自分の、うん、その時その時のマインドによって組み替えられるじゃないけど、うんうん、組み立てられるっていうか、うん、一日一日は本当にその時の選択によってできてるし、うん、そうだね、うんうん、だから本当にね自分を大事にするんだったら、うん、自分にいい意味で、うんうん、捉えてあげた方がいい、絶対いいね、うん、ですね、うん、そうだから皆さんもねやっぱり悪い風に考えるのはね、うん、簡単ですよそれはね、うん、簡単ですけどマイナスのエネルギーの方が強いんだよね、
うん、やっぱりあの地球は重力だからね、うん、やっぱり引っ張られるから、ね、だから本当に自分がどれだけ自分の解釈で持ち上げられるか、うん、ポテンシャルを上げるかっていうのは本当に重要です。重要ですね。自分の現実がどんどんやっぱり変わってくる、その捉え方によって、うん、うんうん、そうだから皆さんも悪いように考えがちにはなるとは思うんですけど、うん、もしかしたらこうなのかもしれないっていう、うん、いい意味で捉えてみてください、うん、そうすればね、うんうんうん、いい人生になりますよ、うん、本当に。であのこの災難でね、この動画の勢いでちょっと痛いなって思うんですけど、うんうんうん、まあ皆さん、まあ僕の動画を見てるっていうことは、うん、スクナさんのこともね、ご存知だと思います。あの、まあご存知の方はね、いらっしゃると思いますけど、とある YouTuber の方から、うん、スクナさんの情報が流れたんですよね。うん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 、しかも、うん、あんまり良くない形の流出の仕方だったんですよ。うんうん、でマジで違うし、うん、違うっていうのはあの情報は全くの別人だし、うん、何を言ってんだろうっていうね、うん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 、でそれで信じる人も信じる人だし、うんうん、あのマジでね悲しかったな、うん、よくないよね、間違った情報を堂々と出すっていうのは、うんうん、いやもちろん友達だからこそ知ってますから、うん、あの本当にね出た写真はマジで違いますよ。別人です。別人で断言します。そうで、ゆうちゃんもねこうして言っていただいてるんですけど、あの僕結婚してね後日、うん、スクナさんに時間をね、もしあれば、うん、あのちゃんと紹介したいのでっていうことで、うん、あのそういう会をね作ってもらったんですよ、うん、その時にゆうちゃん会ってね、そう、うん、ちゃんと紹介して、うん、実際にお会いしてご挨拶させていただいて、うん、全くあの写真とは別人の違う方で、もちろん、ね、出た瞬間引いちゃって、うん、はっていうね、なんかリサーチしてますかっていう、なんだこのご情報はっていう、そう、うん、いやそうですよ本当に、どうなるのか今後ね、うん、もう本当にスクナさんはやる人だから、うん、とことねやる人だから、うんうんうん、どうすんだろうなって感じ、ね、責任取らないとね、うん、間違ってるから。ねえ、うん、で、まあ、僕はねあのスクナさんと友達だからこそ、うん、あのまあいろいろ知ってますよ、うんうんうん、顔はもちろん、うんうん、声も知ってますし、うんうん、あと見た目ももちろん、うんうん、分かりますし、うんうん、っていう中でやっぱりゆうちゃんって、うん、あのまあ1回だけじゃね、お会いしたの紹介した時だけじゃね、どんな感じで思いました、スクナさんに対して。そうですね、なんかこう言葉にするのが本当、どんな言葉でこの感動を伝えたらいいのかっていうちょっと言葉に迷うんですけど、私の印象はあの本当にその私の話をねいろいろ聞いてくださったんですけど、本当にその最初から最後まで丁寧にあの聞いてくださるんです、うん、なんて言うんだろうな、その心がこもってるっていうか、うん、もう本当に言葉にするのがすごく難しくてなんか悔しいんですけど、とにかくすごく感動したんですよね、その、うんうん、丁寧にすごく聞いてくださって、うん、それでちょっと一つ私あのまあ、心の傷じゃないですけれど、ちょっとそのこの仕事をする時に、この仕事をするきっかけになった私の師匠みたいな方がいて、前の YouTube でもちょっと少しお話ししたんですけど、その師匠が突然その大病
子宮頸がんだったんですけどね、うん、あれよあれよっていう間に亡くなっちゃったんですけど、うん、まあちょっと細かい話はねちょっとここではあれなんですけれど、うん、あんまり相性がよろしくなくて私とでいろいろそのまあ尊敬はしてましたし感謝もしてますし、いろんなことをその師匠から私は教わってこの仕事ができるようにさせていただいたんですけれど、やっぱりその性格的にこう合わないっていうか、その私は結構反発をしていて長年、うんうんうん、でまあ恨んでたこともあったし正直、うんうん、好きか嫌いかって言ったらもう嫌いっていう感じのね、うんうん、でそれであれよあれよっていう間に亡くなっちゃったので、ちょっとその自分の中ですごくこう罪悪感っていうか、なんかすごくこう結構大きいトゲみたいな心にずっと刺さってたんですよね、うん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 、でその話をなんか宿儺さんに話を聞いていただいて、うん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 、それでそのねトゲをこうスッと宿儺さんが抜いてくださったんですよ、うんうん、でそれってでも本当にその宿儺さんにしか絶対にできないって私は思っていて、うんうんうん、他のね尊敬する人いっぱいいますけど、うん、ちょっとそういう人たちにはできないことを、うん、そうね、うん、していただいて、私は本当にその10年以上そのなんか苦しくて、うんうん、なんか自分がなんかね悪いことしちゃったなとか、いろいろそういうこれだけしてもらったのにとか、うん、なんかそういうのにすごくこう自分で自分になんか呪いをかけてたみたいなところがあったの。はい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 、その本当に少しの時間だったんですけど、宿儺さんがそのトゲをですねスーッと抜いてくれて、うん、本当だからなんて言うんだろう、本当にすごい方なんですよ、うんうんうん、すごいよね。てか言葉にできないぐらいの、そう言葉にできないし、うん、あと反射みたいな言い方がされてたじゃない、うんうんうん、とんでもないですね、マジで違うし全然違うし、うん、あのねマジで反射とかだったら、うん、まあもちろんね YouTube で乱暴な口調はある時はありますけど、うんうんうん、実際会うと、うん、めちゃくちゃ品あるよね。いや本当もう品しかない、うん、品しかない本当に本当にね、うん、てかその乱暴な口調になってるのも、うん、やっぱりさっき言った心理の部分で、うん、心には理由があるから、うん、そこをちゃんと分かってほしいというか、うん、まあ分かんなくてもいいけど、うん、その人の、うん、裏側っていうのをちゃんとね読み取ってほしい、力を身につけてほしいなって思います。うん、本当にね、誹謗中傷ね、うん、いっぱい、まあ、ありましたよコメント欄とか、うん、いやさっき僕が言った仰天ニュース出た時の、うんうんうん、ジョアの方がお得だからいいじゃん、はいはいはい、みたいな、まあ、その上っ面でね判断するって、ね、そう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 、いや、そう浅はかだし、うん、その勝手な自分のね物差しで測らないでほしいし、うん、だったら自分自身をもっとちゃんとしろよと、うん、他にやることいっぱいあるんだからね、うん、そう、てか本当に誰と誰が結婚したとかいつ離婚したとか、うん、どうでもよくないですか、うん、いいですよね、うん、関係ないですよね、あなたに自分の人生に関係あります、それ、うん、なんかね、それでなんかね芸能人の方もなんかね、うん、浮気とか不倫とかしたらなんか謝罪しろとかね、うん、テレビ出すなとかね、おかしいよね、うん、いやだって不倫とか、うん、まあ形的にはね表面的には良くないですよ、うん、だけど不倫する理由も、うん、やっぱり心の理由はあると思うんですよ、うん、だからその人その人でいろんなやっぱりものを背負ってるし、うん、そういろんな理由があっていろいろあるから、あるから、そこをね何も見えてない人たちがああだこうだ言う必要ないよね、ないね。例えばだって
離婚じゃなくて、まあ、不倫か、うん、不倫したきっかけが、うん、あの、まあ、どちらかのパートナーがね、うん、モラハラだったりとか、うんうん、まあそれこそその DV とかね、うん、それで心の拠り所がなくなって、うん、でいい人ができて、うん、その人がその時の現状が辛くて、うん、そういういいなって思う人がこうポッて現れたら、うん、そっちに行くでしょ人間だから、うんうん、いろんな理由がやっぱりあるからね。そうだから表面上だけで決めつけるなって言いたいですね、うん、僕はね。ね、自分の浅い経験で言ってほしくないよね、うん。だったら自分のことをちゃんとやって、いろいろ経験して、うん、自分の気持ち、心をもっと鍛えろじゃないけど、いろんなことを知った方が、絶対誰かの役に立つし、うん、なんかね、一緒になって、一人のこと、一人が悪いこと言ったらそれに便乗して、うん、こう寄りたかって、うん、でこう批判的なコメント、うん、本当にね袋叩きというか、うんうん、なんていうのかな、やり方が汚いですね、うん、やり方が汚いし、うん、なんか嫌だよね、真っ当じゃないというかね、うん、言いたいことあんだったらちゃんと本人に言えと、うん、そういうネットとか使わずに、うん、なんなら名前を隠さずに、うん、自分はどこどこの誰々って言いますぐらい、うん、そう言って、うん、もう言ってこいと。出ちゃったものはしょうがないですよ、うん、もう宿儺さん関連のね、そのあんまよろしくない動画がね、うんうん、だけど街で宿儺さんはやるって言ったらやる人なので、うん、ちょっとどうなっていくのかなっていうところもあるんですけどね、うん、その方がね、うん、そうだから本当にちゃんといろんなことを見た上で考えた上でやった方がいいよね、うん、まあ やない方が一番いいけどさねえ、うん、でもなんか悪とは戦わねばならないとか思っちゃうよね、私は。ゆうちゃんはね。思っちゃう、うん。まあまあまあ、言いたいことはあるとは思いますけど。うん、だけど、やっぱり、本当にこうやってね、宿儺ファミリーに入ってくださってる皆さんも多いと思うので、うん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 、本当にどうかね、信じていただけたら、と思います。やっぱり、ね、途中で苦しくなって抜け出すっていう人もいるかもしれないですよ、そりゃね、うんうん、やっぱり信じきれなくてとかね、うんうん、それは全然いいです、仕方ないと思う、その人の都合だし、うんうん、だけど信じてもいいんじゃないこの人には、うん、っていう感じ、本当に、うんうんうん、僕が言いたいのはただ本当にそれだけです。そうだね、うん、あとはもうその人その人の捉え方だから、うんうん、だけど僕の中では信じてほしいな、もうちょっとっていうね、お会いできたからこそなんかね伝えたいっていうところはあるよね、ある、うん、うん、っていう感じかな、うん、うん、はい、まあちょっとね最後違う方向性で終わりそうなのでね、ちょっと、うん、はい、ここら辺にしようかなと思うんですけど、はい、最後お知らせでございます、はい、ゆうちゃんありますか。あ、はい、ちょっとお伝えするのはちょっと一歩遅れてしまったんですけれども、うん、あの私の、オフィシャルLINEを登録してくださってすごくありがとうございます、うん、あ、はいはい、ちょっと私の方の最初の設定で、うん、一応ちょっとこうステップメールみたいな形でその恋愛成就についての、はいはい、ステップメールが1日こう1週間ぐらい続いて送られちゃう設定になってるので、うん、まあ、興味がある方を読みいただければありがたいですし、はい、あと興味ない方はもうスルーしていただいて、うんうんうん、自動で行ってしまうのでちょっとそこがごめんなさいっていうことをお伝えしたかったのと、はい、
あとはちょっとその今年の11月16日から、インナーチャイドセラピーとパラレル療法かな、前は前世療法って言ってたんですけれど、うん、それの講座、そのセラピストになるための講座っていうのをスタートするんですけれども、はいはい、ちょっと今の時点で詳細を教えてくださいとかってお声をいただいていて、うん、でそれをちょっとそうですね、10月頭ぐらいにはアメブロがあるので、アメブロで詳細、その時間帯だったりとか金額であったりとか、こういうことをやりますっていう内容を、うん、発表しますので、はい、もうしばしお待ちください。はい、はい、ありがとうございます。はい、あとは、メンバーシップですかね。はい、まあゆうちゃんと話して、うん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 、ちょっとね、生配信、メンバーシップだけの、生配信をやろうかなと思います。はい、うん、はい、で日にちをね言います。10月の5日土曜日、はい、夜9時から、はい、メンバーシップの、生配信でやります。うんうんうん、はい、はい、なのでそこでねいろいろ、まあ、お話できたらいいなと思いますので、はい、よかったら、もしお時間あれば、ぜひぜひ、はい、ぜひ見に来ていただければと思います。はい、あとはね、メンバーシップなのでアーカイブももちろん残しますので、はい、お時間あればね、はい、はい、見ていただけたらと思います。はい、はい、そんな感じでいいですかね。はい、はい、ではまた、動画をね更新いたしますので。はい、楽しみにしていただけたらと思います。ではまた配信いたします。ありがとうございます。